おはようございます。今週も大阪で人間をやります。やっぱりこうあったかいものはね、寒いからこそ染みますね。このね、リオルのぬいぐるみなんですけど、誕生日プレゼントでもらいました。このリオルめちゃくちゃ可愛いでしょ。なんか触り心地もね、すごいふわふわで、くったくたなんですよこれ。あーうまい、出汁が効いてる、しみるわ。もう八重山諸島ではね、まあコンビニ飯とか外食ばっかりだったんで、もうそれはねしばらくいいや。というかやっぱりね、まあ自炊とかの方がね、まあ、体調がすごい整うんですよね。今から散歩に行きたいと思います。レッドブル100円、クソ安いやん。めっちゃ寒いねんけど。今日はね、まあそこまで多分寒くはないんですけど、めちゃくちゃ寒く感じるわ。やっぱり気温っていうのは相対的なものなんですかね。スーパー行きます。寒すぎて雪降ってもうてます。めちゃくちゃ体冷えてるわ。もうはい、帰ってきました。いや外もバグレベルに寒いんや。手がかじかんで手が痛い。はい、そして久しぶりの焼き芋。いや食べたかったんや焼き芋が。うん、うまっ。めちゃくちゃうまい。このね、ナンバーレスになったエコスカードを再発行しました。まあ、なんでね、有効期限切れたのに新しいの届かなかったかっていうと、住所がね、前のところになったからですね。道理で届かんわけやわ。昨日まで3日間ね、あの公式大会だったんですけど、結局ね、僕はあの4戦ぐらいしかできなかったんですよね。とりあえずランクマッチやっていきます。さあ、この洗濯した T シャツたちはまだね、夏に着たいと思います。夏というかもう多分2ヶ月後ぐらいには着れるか。風呂に入りながら白髪を染めたいと思います。今だいたい月1回ぐらい染めてますね。まあ、1回の白髪染めでね、全体は染めないんで、まあ、2回は使えますね。横ね、あら、
今ね、Kindle の読み上げ機能を使って、聞く読書をしてたんですけど、あまりにも片言すぎてね、もう全然頭に入ってこうへん。もうというか漢字ちゃんと読めてないし、上海って上に海じゃないですか。それをね、上海って呼んでるんですよ。何のことやろうと思って聞いてたら、やっぱりまだ Kindle の読み上げ機能やって厳しいな。眠たい。寒くて布団から出ることができないです。寒い。元気いいな。今から仕事行ってきます。23連休じゃなくて結局22連休になりました。いやもうマジで働ける気がしない。社会復帰無理やわ。マジでリハビリが必要。ちょっと軽く走ってたらあったかくなってきた。仕事終わりました。帰ります。寒い。やっぱり冬の何が辛いかっていうとこの手先とかが冷えることやわ。熱っ。今日も豚キムチを作りました。ああ、やっぱり家で食べるご飯は最高や。おはようございます。もう何もしたくない。ご飯食べたらスタバ行こっかな。誕生日プレゼントでもらったね、スタバのギフトカードがね、まだあるんですよ。やっぱこれですわ。もうマジでなんか外が寒いだろうなっていうことを考えるだけで外に出る気に全くならへん。外めちゃめちゃ曇ってるやん。はい、私ですね、未だに、布団の上に座っております。全く動く気にならない。もうね、編集家でやるわ。寒いし出たくない。しかも時間もね、もう3時ぐらいなんで。パソコンが冷たすぎる。もう一旦ね、電気毛布でキーボードを温めます。よし、とりあえずカット編集終わりました。はい、今からね、スーパーに行こうかなと思います。で、僕はですね、今年の目標に毎日1万歩歩くっていうのがあるんですけど、なんと今日はですね、47歩しか歩いてない。もう全然歩いてないやん。まあでも基本的にね、ほぼほぼ毎日達成はできてるんで、もう今日ぐらいはいいかなと思います。もう寒すぎて無理や。さあ、というわけでね、久々の担々ごま鍋を食べたいと思います。シャンプーを買い替えたんですけど、なんとですね、このシャンプー8ヶ月ぐらい持ちましたね。というわけで、久しぶりの担々ごま鍋、てっけーす。め、寒いから閉めるわ。
いや、強い人のねレンタルパーティーでランクもやってたんですけど、やっぱり強い人のパーティーは使いやすいわ。めちゃくちゃ強い。おきれいね。寒いし全然起きられへんし、外に出る気も全く起こらない。あったかいところに行きたい。もう納豆ご飯うまいな。今日もね、最高気温が7度ということで、もう寒すぎるんでね、引きこもりたいと思います。明日からね、なんか最高気温がもうずっと10度超えるみたいなんで、もうそれからでいいわ。もう無理や、寒すぎて。メタモンがザマゼンタコピーして、こっち側にはザシアンとザマゼンタが並んでるわ。今ね、那覇行きの飛行機見てたんですけど、まあ、片道だいたい5000円ぐらい。来月はね、もしかしたら那覇に行くかもしれへん。ほんまに今日一歩も外出えへんわ。まあでも外に出んかったらお金を1円も使うこともないんでね、まあそれはそれでいいかなと思います。先月ね、あのレジェンズアルセウスが発売されて、まあ、ちょっとやったんですけど、それ以降全くやってなくて、剣盾しかやってないんですよね。あのレジェンズアルセウスがねやりたくないわけじゃなくて、剣盾がやりたすぎるんや。ジャスト盛りすぎて溢れてもうてます。さすがにこれ入れすぎたか。いや、こんなにね2日間も引きこもったの久しぶりかもしれへん。まあ、僕はね結構あのストレスを避けて生きてるんですけど、まあそうするとね、あのストレス耐性っていうのがもうめちゃくちゃなくなってくるんですけど、やっぱり暖かいところ行くとね、寒さへの耐性っていうのもなくなりますね。今ちょっと片付けをしてたんですけど、このね、まあ、メガネを捨てようかなと思ってて、でもこれもしかしたらメルカリで売れんのかな。これ一応ね定価3万円なんですよ。ただこれあんま定番モデルじゃないからな、まあ、一応出品するか。これのお湯めちゃくちゃぬるいわ。うわ、おはようございます。太陽めちゃめちゃあったかいねんけど。今から仕事行ってきます。仕事終わりました。帰ります。はい、帰ってきました。でね、ちょっと荷物が届いてました。おお、めちゃくちゃ小さい。はい、このナノバッグっていうねエコバッグを買いました。まあ、今僕エコバッグ持ってるんですけど、どこや。そう、これねスパッドってやつを持ってないんですよ。やけどこのサイズがね全然違うでしょ。あのこれね、まあ、今日も僕持っていくの忘れてたんですけど、あのかさばるんですよね。やからこっちをねちょっと買ってみました。まあ、今ちょっとね持ち物をね、まあ、1g でもなんかあの軽くしていきたいなと思ってて、まあ、なんかあと折りたたみ傘もね買ったんですけど、まあ、それは多分明日届くかなと思いますね。でね、これね柄がね僕めちゃくちゃいいなと思ってこれを選んだんですけど、これどうですか。これ月柄、ムーンっていう柄ですね。いや、これめちゃくちゃデザイン好きやなと思って、まあ、というのはね、僕このポケモンのね、ブラッキーのハンカチ、これも月柄なんですよ。ムーンボールのやつ。まあそういう感じでね、まあ月柄にしましたね。まああとなんか宇宙飛行士の柄もあったんですよ。まあそっちもいいかなと思ったんですけど、いやもうここはちょっとムーンやろっていうことでね、もう月柄にしました。で、僕こういうエコバッグをなんで買ってなかったかっていうと、畳むのがすごいめんどくさいと思ってたからなんですよね。ただこれね、こう、
詰め込んでいくだけ、こうやって、はい、こんな感じで、すごい簡単なんですよね。重さがこれね、22g ぐらいやったかな。もうめっちゃ軽い。で、このサイズやったらね、もう常にね、もう携帯できるわ。まあ、ちなみにね、まあ、エコバッグ全般に言えることなんですけど、まあ、特に節約効果っていうのはないですね。まあ、むしろ節約したいんだったら、エコバッグは持たずにね、まあ、レジ袋その都度買った方が安くなると思います。今日はサーモンアボカド丼を作ります。今日はね、ちょっとこのアゴ出汁を使って、まあ、チンゲン菜とあの白ネギでね、あの味噌汁を作ってみたいと思います。もうこれ絶対うまいやん。2、3分ぐらいって書いてるんで、もういいかな。米がね、まだちょっと炊き上がったばっかなんで、蒸している間にね、先に味噌汁をいただきたいと思います。これはね、うまいやろ。あー、うまっ。普段はね、具なしの味噌汁を食べてるんですけど、やっぱり具ありうまいな。いや、もうサーモンアボカドの最高やわ。このね、僕が前にかけてたメガネがメルカリで売れました。3,000円で売れましたね。出品しといてよかった。今日あんまり寒くないかも。さあ、メガネをね、発送したいと思います。こういうね、何かを買った時についてるようなね、紙とかがあるとちょうどいいんですよ。アマゾンとか結構なんかクッション材とかついてるじゃないですか。ああいうのを再利用するっていう。めっちゃきついやん。なんで？ニャビーの色違いが全く生まれない。はい、まあ今日はね、あの湧き脱毛の予定だけあるんで、まあ心斎橋に行こうかなと思います。で、まあ心斎橋でね、あのパタゴニアがあるらしいんで、まあ何も買わないんですけど、ちょっと気になるものがあるんでね、まあパタゴニアにも行こうかなと思います。今から脇脱毛だけ行きます。まあ、多分ね、10分15分ぐらいで終わるかなと思います。さすが土曜日ということで席が1個も空いてなかったです。席が空いてなかったんで帰ります。はい、帰ってきました。結局脱毛行っただけでしたね。で、土日スタバこんな人多かったっけっていうぐらいね、人多くて、いや、さっき行ったスタバね、あの土日ってあんま人いないイメージだったんですけど、なんか今日めっちゃ人多くて、一応ね、なんか2人席が1個空いてたんですけど、なんかあのそこに1人で座んのもなと思って、まあなのでね、まあ帰ってきましたね。はい、折りたたみ傘が届きました。僕受け取ってないのにね、なぜかあの配達完了になってて、で、まあ、さっき電話したんですけど、まあ、そしたらちょっと別のところにね、あの紛れ込んでたらしいです。ちょっと開けられへんや、ちょっと開けにくいねんけど。ウェイ、来ました、傘。これね、まあ、ユーデイっていうブランドなんかな。先月かな、僕あのロフト行った時に、まあ、このね傘を見つけて、これねめちゃくちゃ軽いんですよ。多分一番軽いんちゃうかな。重さこれ 69g。 でこの前ね、まあ、石垣島に行った時に、まあ、僕ねあの荷物あの重量オーバーしちゃって、で、まあ、折りたたみ傘を捨てたんですよね。それで、まあ、石垣島でね、まあ、結局ビニール傘を買うことになったんですけど、まあ、そういうのもあってね、もうとにかく軽いものを選ぼうということで、今回ねこれをちょっと買ってみました。まあ、これに関してはね、多分ね折りたたむのとかがすごいめんどくさいと思うんですよ。僕折りたたみ傘をワンタッチ開閉のやつ使ってたんですけど、ただやっぱりあれ重いんですよね。セブンイレブンのやつ確か 275g ぐらいだったかな。これ 69g なんでね、折りたたみ傘のこういうね、こうめんどくさいじゃないですか。重くそひっくり返って思ってます。こういう感じで、ね、
サイズはね小さいんですけど、まあ、もう緊急用なんでねいいかなと思います。まあ、基本的には僕もうこの傘使うんで雨の日はね、まあ、このぐらい軽かったらもう常にねカバンに入れといてもあのまあ重さをほとんど感じないんでね、まあ、いいかなと思いますね。ここまではそんな面倒くさくないねんけど、こっからやねんな面倒くさいのかな。からどうしたらいい？僕折りたたみ傘はね人生であんまり使ったことないんですよ。まあ、多少面倒くさはあるけど、もうそれよりはもう僕は軽さ重視です、とにかく。はい、というわけでユーデイのエクストラライトっていう傘です。いや、これは軽いな。もうそろそろ5時半になるんですけど、もうこの時間になってもまだ明るいですね。いい感じや。はい、というわけで今週もそろそろ終わろうと思います。まあ、今週はねあの寒すぎてあのめっちゃ引きこもってたんですけど、まあ、今日からね、まあ、ちょっと暖かくなったっぽいんで、まあ、来週からはねあの毎日散歩とかできたらなと思います。というわけで今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。